駅は、山口県山陽小野田市大アザー沖田にある、西日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅。在来線口駅舎山陽新幹線と、在来線は当駅の所属線である、山陽本線、当駅を起点とする、峰線の山陽線の接続駅となっている。宇部線、小野田線、峰線の運行管理を行う CTC センターである。 広島総合指令所朝派室が併設され、宇部、小野田地区の列車運行の中枢となっている。なお、山口地域鉄道部の設立に伴い、山陽本線における下関地域鉄道部の管轄駅は当駅から下関側となったが、2019年に両鉄道部は山口エリア統括部の発足に伴い廃止されている。事務官ー度は80万652を、 使用している。山陽新幹線の駅は1999年に開業しており、山陽新幹線では最も新しい駅である。新幹線駅の開設から2019年3月16日ダイヤ改正後の現在まで、山陽新幹線の駅では唯一定期列車で小玉以外が停車しない駅である。駅のある山陽の出しでは、 光の停車に向けた働きかけを行っているが、2006年12月13日の山陽の出し議会で、当時 JR 西日本が同駅への光停車を実現不可能な D ランクに位置づけていることが明らかにされている。小玉のみの停車により2020年3月の改正以降、東海道、山陽、九州新幹線の駅で唯一定期運用で N。 700系が停車しない駅となっている。貨物取扱いは1984年以降行われていないが、2013年までは、ミネセンと山陽本線上方面を直通する貨物列車が存在したため、機関車の付け替え作業などが行われていた。かつては、山口県内で貨物列車を牽引するディーゼル機関車の拠点である、畑西機関区朝波室が併設されていた。 九州方面から宇部市街へ新幹線で向かう場合は当駅が最寄り駅となるが新山口駅から向かう方が早い場合がある。かつては山陽本線宇部駅朝駅間は旅客用複線に加え単線の貨物線が並走し計算線となっていた。この貨物線は小野田駅朝駅間で本線複線を朝方面に向かい南側から北側へオーバークロスしていた。 これは、ミネセとウベ線を直通する貨物輸送が盛んであったためだが、ウベ鉱山専用道路の全線開通後に貨物列車の本数が減少し、この貨物線は、ウベ駅の構内配線の関係上、山陽本線下関方面、またはミネセからウベ線に直通する旅客列車や九州方面から山陽本線を経由して、ウベ線に直通する旅客、 貨物列車も使用していたため、旅客船と同様に電化されていて、貨物列車の他に、宇部、小野田線用の戦前形休憩国電やその、後継車両の105系、九州から宇部線に直通の423系、415系、ミネと宇部線を直通する機動車が走行する、姿も見られた。新幹線ホーム朝型の在来線ホーム在来線は4面5線の、 地上駅。本来は4面7線のホームを持つが、5番乗り場、8番乗り場は線路の使用が停止され、前後のポイント撤去により、本線から分離されている。通常、山陽本線は、下り列車が7番乗り場、上り列車が6番乗り場、峰線列車は1番乗り場、山陽本線列車の対比、折り返しは2番乗り場で対処している。四番乗り場は、 ホームのない抽選で、貨物列車が使用する場合がある。かつては1番乗り場東側の切り欠き部に0番乗り場が設置されており、ミネ専用ホームとして使用されていたが、現在では線路が撤去され、ホームにも柵が設置されていて立ち入りできなくなっている。ホーム間の連絡は、古線橋を使う。小玉号を追い越し桜号山陽本線に合流する。 ミネセン山陽新幹線は内側に上下通過線を挟む2面2線の高架駅。高架橋の側壁が最低限しか削られておらず、大部分は残っている。ホームそのものは16両編成対応となっているが、駅開業時点では16両編成で停車する列車は上下各1本のみで、大半の列車は4.6両編成だったため、屋根は6両分しかない。駅舎は、 新幹線口と在来線口の二つ、両改札口と在来線各ホームは、個線橋で連絡している。新幹線口は1999年の山陽新幹線開設時に設けられ、新幹線改札、乗り換え改札は、自動改札機が設置されている。また、入り口と改札外との間、改札外とホームとの間にはエレベーターがある。 在来線口の改札口から新幹線ホームへ向かう場合は、一旦在来線コンコースの古線橋を通り抜け、新幹線口の乗り換え改札を通ることになる。そのため在来線口の改札口には IC カード下に読み取り機が置かれているが、これは山陽新幹線の EXIC 及びスマート EX の利用客用で愛国かそのものはサービスエリア外である。 上新川駅管理の直営駅である。1日の平均乗車人員は以下の通り。山陽新幹線の在来線併設駅の中では最も乗車人員が少ない。駅前の寝太郎像を朝郵便局駅開設時からある。北口は朝地区の中心市街地となっており、駅前に寝太郎の銅像が立つ。また、日本で初めて角膜移植を行うための見岸を叩えた。 石踏みがある一方、南側は、山陽新幹線停車前は、改札や自由通路がなかったこともあり、市街化はされず、基本的には、田園風景が広がっていたが、新幹線駅開業後に、土地区画整理事業が施行され、2009年度に完了した。駅の東側は、朝川が流れている。主な施設、企業、編集金融機関、 編集宿泊施設、編集主な施設、企業、編集西日本旅客鉄道山陽新幹線、新山口駅朝駅から新下関駅、山陽本線小野田駅朝駅、羽生駅峰線朝駅湯の峠駅。ありがとうございます。